舞台に行われているイベントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクト in 佐賀。さあ今回はこちらです。唐津市の唐津東港一帯で海のカーニバル in 唐津が開催されました。今年で25回目を迎えた海のカーニバルは唐津の暑い夏を盛り上げる大イベントです。会場では子どもから大人まで楽しめるイベントが盛りだくさん。海に関わるイベントから地元の人たちによる催し、唐津ブランドの特産品も並んで大にぎわいです。このイベントは海と遊び、海の幸を味わい、海の安全を学び、海の環境を考えることを目的としていて、救助のデモンストレーションなど様々な催しが行われました。さらに今年の目玉は豪華クルーズ客船パシフィックヴィーナスが唐津東港に入港。神戸からやってきた大迫力の船を多くの人が出迎えました。船見に来ました。大きくてすごかったです。なかなか普段海に行く機会がですね、ないんですけども、久しぶりに来るのがすごく気分転換ができて、はい、楽しいです。この大きな客船を見れてとても嬉しいです。はい、そうですね、もうこれから先も綺麗なままで子どもたちに残せたらいいなという気持ちがあります。唐津の夏の風物詩海のカーニバルは今年も海を身近に感じる楽しいイベントとなりました。海と日本。